小和田さんの現場の初めての経験っていうのはどういう風になっていくんですか？初めてのきっかけが、うん、その後に、ドリーミングナウっていう楽曲のビデオ撮りがあるっていうので、そのダンサーに、砂漠のやつや、あ、そうですさすが砂漠のやつのPV の、多分 PV だと思うんですけど、ダンサーに映す前に作品をこの提出する用のビデオ撮り、はい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 、美しが撮るようなやつの、出てくれないって、手伝ってくれないっていう連絡を、舞子さんとマサオさん2人でその1曲を作ってたんですよ。あ、そうなんだ。タイミングよくどっちからもお誘いをもらって、どっちの振りも一緒にあのビデオ撮りに参加させてもらってて、すごーい、スタンドインっていうやつですね。そうですそうです、はい、その後に、まあその PV は出てないんですけど、その後のテレビ、収録にマサオさんから連絡があって、何日あのテレビにあるってことやるっていう連絡が来て、はい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 、多分ちょうど舞子さんの振りもマサオさんの振りも私は知ってたから、はいはい、そうだよね、声かけてくれてたと思うんですけど、それがきっかけで初めてテレビに、うわー、なるほど、ドリーミングなので出させてもらったのが一番初めのきっかけです。あ、そうだ、あのスタンドイン赤でやったの、かっこよかったよ、あのダンスも。え、見ました？もちろん見たけど、あ、そのスタンドインの誰かっていうのは知らんかったから。そっか、あ、あかねがやってたんや、あれポニーテールのやつな、高い。そう、うわ、そうなんや。でテレビということは、じゃあ福島のお母さんが見れた。いや、そうなんですよ、もうそれはめちゃくちゃ喜んでくれて、お母さん、いろんな、そう、親戚とかにもね連絡して見てねーって言って、でねって言って、あの時頑張って送迎したかいありました。ありがとうございます。お世話になりましたもん。テレビだとね、これ地方ダンサーの子っていうのはテレビに出れると、やっぱ自分の家族とかお友達にもこう、ね、その姿をパフォーマンスを見させてあげられるっていうのがね、そうですね、やっぱそれが一番ね、親孝行かななんて、それがね、喜んでもらえるかなっていう、嬉しいと思うよ、ね、たくさん時間もね、お金も費やした娘に、ね、何が返せるかなと思ったら、やっぱそのね、踊ってる姿を見せることが一番の親孝行かなと思っていたので、録画して永久保存でしょう、あかねママそれはしてますか。そこで一発で終わりじゃなくてさ、こうやっぱどん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 その現場にこう出ていくようになるっていうのは、それはまたお声掛けがあったりしたの？そこからはもともと大好きで、倖田來未さんが、だからやっぱダンサーしたいっていう気持ちはすごい強くあったので、15周年のオーディション、はい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 、あ、私も受けたやつです。そうです最終審査残った人だ、そうだ、残ってたじゃん、ギリギリまで、もうあの時をもう白熱したやつね、白熱してましたね。それもね、前回ちょっとみくちゃんっていう子とね喋ってるんですよ、よかったらその動画も見てください。そうですね、あ、そっか、チームメイトのみくちゃん、そうですね、マックスピードのメンバーなんですよね。最終審査でもうリハーサルでパッて振りが飛んじゃって、え、マジで怖い、怖いな、ワンエイトぐらい、マジで、なんだっけみたいになったりとかって、もうあの本番は絶対にそれはしちゃいけないってやりきったんですけど、でそこで最終でダメで、あのステージは立ったけども、代々木のサインは立ったけど、ダメで、めちゃくちゃ悔しくて、でもやっぱり自分がそこでね実力を出し切れなかったっていう悔しさももちろんあって、そこまでいけたのがすごいですけどね、もう本当にそこまででも十分すごいですけど、あれもすごい経験ですよね、あれもね、ステージでオーディションという、なんかさ、ダンサートークにこの倖田來未ダンサーズがこう何人も出てるっていうのもあれだけど、やっぱこう新人にチャンスを与えるみたいな部分がやっぱあるじゃない、なんか倖田來未さんってなんかこうずっと、まあ専属でもちろん何回も出てっていう方もいらっしゃるけど、なんかまた新しいダンサーの子もあの PV で呼んだりとか、なんかそういうね、ダンサーの子たちに対してステージを与えてくれるっていうイメージが私はすごくあるんですよ、倖田さんね、チャンスをくれるみたいな、押してくれるというか、ね、ついてくれてますよ ね、 すね、多分倖田來未さんのパフォーマンスに多分ダンサーは欠かせないものっていう風に多分思ってくれているので、だからね、そういうものにもちゃんと挑戦して、ここからきっかけで裏方で現場に入ることになるんですよ。山沢さんからまた連絡あって、やるかって言われて、行きますって言って、ちょっとその5年間はずっと裏方をさせてもらって現場にはいたんです。なるほど。
その、まあ、スタンドインだったり振り付けアシスタントみたいな形でってこと、うんうんうん、そうです、スタンドインっていう形で本人のスタンドイン、本人のスタンドインをさせてもらって、うん、そう、幸田さんってなんかあれですよね、大規模なので、うん、やっぱりこうご本人もチェックするために、そうです、そうです、ご本人の役をこういうスタンドイン、うん、ゲネプロで本人の格好して歌ってるようにして、本人は前から全部照明だったりダンサーだったりその見え方を全部つるっと1公演分やるっていう、ね、自分でもなんか確認するっていうのはなんか有名ですよね、うん、プロデューサーに丸投げじゃなくて、うん、幸田さん自身も目で見たいから、うん、ちょっとその幸田さん役としてこうやってもらうっていうのをね、うんうん、その現場がだからもう5年もやってたんだ。そうなんです、気づけば、へー、気づけばなんかダンサーをやりたいかったから、どうなんだろう、最初始まる時にスタンドインどうなんだろうと思ってたんですけど、でもすごいやっぱりやりがいもすごいし、こんな経験なかなかねできることない経験なので、すごいありがたいなと思ってたし、私自身めちゃくちゃ楽しんでやってたんですね。だからなんか本当やめれなくて、楽しいしやりがいもあるし、すごい誇りを持って私はそのやらせてもらってたので、でもなんかやっぱりダンサーやりたいってなった時に、このままじゃダメかもって思ってやめたくなかったけど、ダンサーになるためにやめますって連絡をしたんですよ。この1個イベントのお話を来てて、でこのイベントをきっかけにちょっとスタンドに卒業しますっていうお話をしたら、なんとその後オーディションに出ていい、受けていいよっていう。はい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 。ああ、なるほど、それはクローズドオーディションだったわけですか。あ、そうです、そうです、そうです。推薦とか、あんまりこうオープンにしてないオーディションがあって、はいはい、それに出ていいよって言われて、ってなって、もうこれでダメだったらもう本当に諦めるしかない。そっかそっか、決まってるわけじゃないもんね、オーディションだもんね、言っても。はい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 。やっぱ何人かいて。っていう中で受けさせてもらって、もうだからもう本当にそれが最後の私の挑戦だろうなって思って、この現場に対してだったんですけど、でもやっぱり長年現場にさせてもらったりとか、めちゃくちゃ気持ちは誰よりも負けないっていう自信もあったし、だって5年間もね同じクルーとして絶対そう大好きだったから、その現場も人も大好きだったから、絶対もう本当にこの気持ちは誰にも負けてないっていう、なんかすごい変な自信があって、それもまたステージでオーディションだったんです。わお、そうなんだ、そうだよね、そのリベンジを果たすべくだよね。そう、そのね、15周年のリベンジを果たすべくで、うん、合格しました。よかったね、よかったね。怖いのよ、泣きますよね、うん、オーディションってやっぱね、ちょっと心臓減りますよね。心臓減るって何？心臓減るって何？命がけでやってました。命がけで掴み取ったわけですね。もうすごくいいね、やってすごいすごいすごい。そこのオーディションに受かったことによって結構レギュラーとしてスタートするんだ。ツアーに出させてもらって念願の夢だった。現場でのツアーで、みんなドラマあるね。いや本当ですよね、そう、みんながみんな多分ダンサー一人一人にいろんなドラマを経て今起きてます。聞きたい、みんなに聞きたい。ね、マサオさんに聞こえるじゃん。マサオさん今足の毛が治ったかな、マサオさんに聞いてみたいな。マサオさん会いたいな。急に大御所になっちゃう。怖いな。すごいですね、よかったね。辛いけどさ、やっぱり悔し涙も必要なのよ。そうですね。本当。挫折もね。人生うまいことばっかりじゃないね。うん、だからこそのなんかこうメラメラ湧き上がる闘志というか、うまくいかなかったからこそ絶対次は負けないっていう気持ちで出れたんだろうなって思う。しかも幸田久美さんのダンサーってやっぱりさ、バックダンサーの中でもやっぱ憧れるダンサーの方が多いじゃない。やっぱりね、個性だったりパフォーマンスみたいなものをすごい重視してくださる、あのこうダンサー陣だと思うので、やっぱ誇らしいよね。そうですね、あそこにこう受かるっていうのはさ、そうだよね。そんなにいろいろ経験してたんやな、年下の子がと思ってさ、びっくりしてたんやけども、まあ今ね、そんないろんなこう大きなステージの経験もしてきて、今現在の活動っていうのを聞いていこうかな。どんなことをしてるんですか？今はですね、それこそ
ライブ中とかに会長さんと、はい、会長さん、はい、会長さんに過去に以前出ていただきましたので、はい、会長さんにピラティスを教えてもらって、リハーサル中とかに終わってからとか、はいはいはい、ピラティスしようって言って教えてくれて、しようかいしようって言って教えてくれて、でそっからすごい興味もあったんですけど、うんうんうん、で師匠を紹介してもらって一緒にレッスン受けに行ってたんですよ。すごいハマっちゃって、ピラティスに。そうなんです。でちょっと時間は空くんですけど、マシーンのスタジオ、ダンサーの知り合いがやってるマシーンやりたいってなって、効き目がすごくって、その集中する1時間がめちゃくちゃ大好きで、でこんなにやるんだったらそんなにやりだしたんだ。そうなんです。めっちゃやってて、それこそオーディションの前はもう強化、体幹強化だったり、ヒール履くためにお尻鍛えたいしとか、ステージがあるごとにもうめちゃくちゃ行って強化してみたいなのをやってたんですよ。えらいジムみたいな感じだね。あ、そうです、そうです、そうです。うんうん、そう、最初はそのジムとかで絞ろうとかっていうのをやってたんですけど、それをピラティスにシフトして、はいはいはい、そう、もうピラティスで集中的にこう絞ったりとか整えたりとか、うんうんうん、筋力をつけたりとかをしていくうちに、こんなにいるんだったら私資格取った方が早いんじゃないかって思って、でしかもね、そういう風に体感できるのをダンサーに伝えたいなと思って、こんなに踊りやすくなって、こんなに効果があるんだったらダンサー絶対やった方がいいじゃんと思って。あ、そうなんだ。やっぱりなんかまだ踏み込めてないんですよね。 そっか、いやめちゃくちゃいいですよ。そうなのね。ライブ中に膝とかもちょっとやりすぎて、リハーサル前にちょうど来るから、うん、膝が痛いとかなった時もピラティスで整えてました。そんなことができるの？あ、そっか。でも会長さんも言ってたもんね、もともとはリハビリのものだから。そうなんです。ピラティスさんものがあるんだね。リハビリからスタートしてるので、まあ、直したりとか施術もしつつ整えながら鍛えるみたいな効果があるんで、これちょっとみんな通らなきゃいけないのか、ピラティスはダンサーもしかして。でもやっぱりダンサー最近増えてきて私は、3年前ぐらいに資格を取ってピラティスを教えることを始めたのがその取ってからなんですけど、うん、やっぱりこのコロナ禍でめちゃくちゃ増えましたね、ピラティス。そっか、コロナ禍中がこの3年って言ったら、じゃあ思いっきりコロナの時期にその資格をもう取り始めた。そうです、コロナ初期になんかもともと取りたいなっては思ってて、なんかすごい知りたいがすごかったから、やっていくうちにもっと知りたいってなって、撮りたいなーってはずっと思ってたんですけど、タイミングがね、長期で時間が欲しかったので、お勉強しなきゃいけないってことですよね。そう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 。わー、なんですがコロナになって急に仕事がパッてなくなって、今おー、タイミングが出て撮りに行きました。すぐ最初マットを撮って、はいはい、で最近マシンをまた撮りまして、あ、また別なんです。別にあるんだ。へー。でマシーンの資格も取ったのでマシーンのレッスンも始めたし、でやっぱりダンサーとかはね、マシーンの方が効き目が動けるから聞いたりとかもするので、こっちにも来てねっていうのもしたりとかで、マットのレッスンをオンラインと、はい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 、でダンススタジオで教えてたりとか。なるほど。で自分でプライベートでスタジオ借りてやったりとか。へー。でマシーンはその都度やりたい人とステージを合わせてやったりとかしつつ、夜は普通にダンスをしてます。なるほどね。あ、じゃあもうピラティスとダンスをもう並行してやってる感じだ。並行して同時にやってますか。へえ。なんかジムにはさ、うん、私もなんか大嫌いなんだけど、ジム一応行くのよ、やっぱこう、うんうん、ね、こう、え、大嫌いなんですか。めっちゃ好きそう。いや、昔は筋トレすごい好きだったんだけど、めっちゃ好きそう、ムキムキのイメージ。なんかさ、こうトレーニングって地道にコツコツやらなきゃいけないじゃない、うんうんうん、ダンスはさ音楽でこう自由に踊れるイメージだけどさ、うんうん、なんかトレーニング系ってやっぱコツコツやらなきゃいけないじゃない、うんうんうん、だからまあそういうね、吉江さんとか明彦さんのレッスン行ってたって言ったけど、うんうん、ああいうベーシックをずっとちゃんとやり続けられる先生というか、うんうんうん、そういうクラスすごい苦手なんですよ。うん、でも上手くなるじゃない、やっぱ明彦さんのレッスンとかね、頑張ってこう上手くなるからと思って行ったりとかもするんだけど、やっぱりね、こう自由に発散して踊る方が好きだから、こうどうしてもね、こうサボっちゃってなかなか億劫なんですよ。なんかそういうトレーニング系のやっぱピラティスとかヨガやるんだけど、続かないのよ。
めちゃくちゃ楽になります。あと踊りやすくなる、ね、マジか、やっぱりおすすめなんだって。こんな踊りやすいんだ体みたいな。なんかそれこそ本番と本番の間とかに行って調節したりとか、あ、なるほどね。めちゃくちゃ体バキバキ、めちゃくちゃ痛いって時にマシンで伸ばしたりとかのあれもできるので、クールダウンみたいだね。そうです、そうです。整えて元ある場所に体を戻すみたいな。自分でもできる知識があるんだね。そうです。でも先生のとこ行って直してもらいますけどね、マシンで、うん、なるほど、うん、やっぱりおすすめなんですって、うん、ピラティス。おすすめですよ。ほんとやっぱり出てくるね、ピラティスの話題が。ね、なんかやっぱダンサーもすごい、やっぱ取る人も資格取る人も増えてるし、ヨガやる人も増えてるし、うん、ここ数年でドワッと人が増えたなっていう印象はあります。おさぼりさん、ちょっと頑張って、みんなね、体にね、対してね、ちょっとね、健康に気を使うようになったんですよね、きっとね。偉いわ、めんどくさがりだから、ちょっともう頑張る、ね、絶対できる、絶対ハマったら大丈夫だと。ハマればね、ハマれば早いのよ、うん、なるほどね。どうですか、今後の活動というか、どういう風に、そうですね、ね、今後の夢、展望みたいなものってありますか、うんうんうん。やっぱりこの先も、まあ、ステージ立ちたいなっていう気持ちもありますし、踊りやすくするために、ね、ピラティスでいろんな人にそれを体感してほしいなっていうのもあるし、あとは、今もなんですけど、地元の福島とか仙台にもコロナ前までは結構行けるときは、そうか、ワークショップとか、そうなんです、結構行ってたり、地元だもんね、そうそうそう、だってね、うんうん、最近地震もまたねあったりしましたけど、心配ではありますけども、つい最近ね、息子がハワイアンズに行きたいとかね言ってたのよ。じゃあなんかそういうことがあったりとかで、そう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 、福島にまあ地元っていうこともあって、そう、なんかワークショップしたりとか、ナンバーも出したりとかもしょっちゅうしてるんですけど、そういうのもしつつ、なんかいろんなところでお世話になったところにも帰っていきつつ、まあ、いろんなところでいろんな出会いがあったらいいかなと思って。あ、そうなんだ。ね、だって貴重だよね、なかなか福島出身で、うん、なんかこれだけの経験をしてる子っていうのもね、ダンサーさんっていうのも多分地元の子からしたらすごい嬉しいと思うので、うん、東京だったりアメリカだったりの経験って、うん、多くはやっぱこうね、うん、できる経験じゃなかったりするので、うん、それを持って帰ってきてくれるっていう作業は ね、 うね、うんうん、すごい嬬しいんじゃないかな、子供たちがね、うん、またそうやってダンスにハマっていってくれたら、ね、うんうん、嬉しいですよ ね、 ね、うん、感じてくれたら嬉しいなと思っております。ねえ、なんか発表会のさ、うん、やつとかもなんかこう SNS で見たりしたの、かわいかった。子供にね教えてたりするんですよ、あかね先生。ちょっと S のね情報なんかも、ね、うんうんうん、こちら説明してないように載せておくので、よかったら、はい、SNS とか見に行ってみてください。失礼してます。ハックスピードちゃんのね、本当にメンバーも本当にみんなねいい子たちでね、同じぐらいの小さいメンバーでやっております。みんな可愛らしい。なんか京香とかはさ、なんかカズキの種っていう YouTube があるんですけど、結構、ね、うんうん、ね、すごい10万人登録ぐらいいってるチャンネルなんですけど、うんうん、にね、こうわざわざで踊って寝てたりとか、うんうんうん、本当みんな面白い、面白い、ね、なんか昔からしてるダンサーの子が ね、 ね、面白い活動をしてるので、はい、よかったら皆さん見てみてください。見てください。本日のゲストはあかねが出演してくれました。ありがとうございました。ありがとう。